ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ほう、そうだったのか。魔理沙が新聞のテレビ欄じゃないところを読んでる。これは、さっさとお洗濯物を取り込まないと、嵐になるわね。霊夢、私だって新聞くらいちゃんと読むぜ。へえ、例えばどんなところを読んでるの？そうだな。地方ページなんかだと、新店のパン屋さんとか、モーニングのお店とかの情報は欠かさずチェックしてるぜ。よかった。いつもの魔理沙だわ。なんだよそれ。あ、そうそう、霊夢。めちゃくちゃモチベーションが上がったコメントをいただいたぜ。ほんと、このコメントをいただいた時は、日々の疲れが吹き飛んだわ。このコメントにあるように、神話はまだ需要があるとはいえ、こと昔話とかに関しては、ニッチすぎる内容だからな。昔話はかなり廃れ始めているからね。内容を現代風に改変したりして、なんとか生きながらえてはいるけど、やっぱりオリジナルに近いものの本質を、しっかりと伝えていきたいわね。日本人の9割の方が知っている昔話に秘められた、あんなことやこんなことを、これからもどんどん紹介していくので、よろしくお願いします。それで魔理沙、さっき、ほう、って何か感心してたけど、何の記事を読んでたの？お、そうだ、霊夢。ちょっと不思議なニュースを見つけたんだよ。不思議なニュース？なんでも、奈良県のお寺で見つかった桃の種に穴が開いていたのは、実は、ネズミにかじられたもので、どうのこうのって。ああ、それ、私もネットニュースで見たわ。まじないとかの道具に使われたものじゃないか？ってやつね。そうそう、それそれ。これってどういうことなんだ？すごくざっくり言うと、卑弥呼みたいな神官が使うためように、桃の種の殻割りをしたんじゃないか？ってことだったのよ。お、なんか、うっすら記憶があるぞ。確か、邪馬台国の場所の解説をした時に、桃の種がどうのこうの言ってたな。そうそう、それそれ。桃っていうのは、古来から神聖なものだから、そうじゃないか？って研究者が予想を立てていたのよね。そもそも、なんで桃は神聖なんだ？一つは、祭りごとに関することを参考にした中国で、桃が神聖化されていたことと、古事記の中で、イザナギが黄泉の国から脱出する際に、猛獣たちを足止めするために投げたから、っていうのがわかりやすいかしらね。なるほど、そういうことか。でも、穴が開いているから、呪術に使われたんだろう。っていうのは、ちょっと短絡的すぎないか？まあ、言われてみたらそうなんだけどね。私は、呪術の道具よりも、天神様の方を思い浮かべちゃったけどね。天神様？天神様って、確か、菅原の道真公のことだよな。そうそう。それで、梅干しの種の中身のことを、天神様っていうの、聞いたことない？おお、昔ばあちゃんが言ってた気がするぜ。だけど、なんで梅干しの種の中身のことを天神様って言うんだ？ふっふっふっふ。それじゃ今回は、どうして桃の種を見て、呪術的なことだったのでは？と言われる理由と。なぜ、梅干しの種の中のことを天神様っていうかの解説。ゆっくり見ていってね。それじゃ、まずは桃がどうして神聖なのか？について、簡単に見ていきましょうかね。民話のチャンネルで、桃って言われると、真っ先に桃太郎が浮かんでくるな。そうね。それで、桃太郎を含め、人間らしくない誕生をする昔話のことを、異常誕生誕などと呼んだりするわね。人間らしくない誕生の仕方。かぐや姫もそれに当たるのか？そうね。ただ、かぐや姫と桃太郎では、決定的な違いがあるのね。決定的な違い？かぐや姫と同じカテゴリーの異常誕生誕は、瓜子姫、吉から生まれた子供の話なんかがそれに当たるんだけど。これらに共通することって、空洞や空間のある植物から生まれるってことなのね。空洞？空間？竹と吉は、節と節との間に空洞があって、瓜の中には空間があるわ。瓜の中に空間なんかあったか？そもそも、瓜を見る機会も少ないし、実際に切ったことがあるって人も少ないだろうから。そうね、かぼちゃなんかがイメージしやすいかもしれないわね。おお、かぼちゃ。確かに、種の部分がなかったら空洞だな。そう。実は、古い時代、植物の内側にある空洞や空間というものは、異界に繋がっていて、神秘的なものが隠されているとされていたの。昔話、
氷炭長者というお話では、中に何も入っていない氷炭から、様々な富が出てくる。まさに、四次元ポケットのように、別の世界へ繋がっているってことね。だから、空洞や空間のある植物というのは、それ自体が神の国のものであって、私たちの世界のものではないという思想があったの。科学のような学問がないから、植物の中に空間があるという不可思議なことを理解するために、想像力をかきたてていたんだな。そう。だから、かぐや姫にしかり、うりこ姫なんていうのは、神の国の童子なんていう見方がされているのよ。それでは、桃太郎が誕生した桃。これはどうかしら？種を取ったら、まあ、空洞っちゃ空洞かもしれんが、かぼちゃとか竹ほどではないな。そういうこと。つまり、同じ異常誕生には違いないんだけど、両者の間には決定的な違いがあるの。かぐや姫やうりこ姫などは、まさに、神の国の子供。一方桃太郎に関しては、神の力で授かった子供。そういう区別ができるのね。桃太郎も、桃から生まれたんだから、神童ってことになるんじゃないのか？マリサが言う桃太郎っていうのは、岩屋さざ波という方が再構築したお話で、原初の桃太郎は、桃から生まれないのよ。何？桃から生まれないだと？それじゃ、どこから生まれるんだ？原初の桃太郎は、川から流れてきた桃を食べたおじいさんとおばあさんが、若返ったことで授かった子供なのね。つまり、神から授かった子供。ではなくて、神の果物を食べ、その霊力をもってして生まれた子供なの。それだと、桃が神聖だって側面は全く見えないな。もしかして、桃はいくつもの性質を持っているのか？マリサ、いい感じしてるわね。実は桃は、三つの性質を同時に持っているのね。ほう、三つもあるのか。一つは、冒頭でも話を出した、古事記の中に書かれている、イザナギとイザナミによる黄泉の国に関する箇所ね。変わり果てた妻であるイザナミに恐れをなし、イザナギが逃げ帰っていくところで、それを捕まえようと、しこめが追いかけてくるわ。それを追い払うために、イザナギは桃を三つちぎって投げ、難を逃れることができるの。無事に逃げ帰ることができたイザナギは、桃に向かってこう言うわ。俺を助けてくれたように、人間たちが苦しみに落ちた時、同じように助けてやってくれ。そう言って、桃に、オオカムズミノミコトという名前を与えたわ。これは、大いなる神の実という意味になるわね。そんなこともあり、節分の起源でもあるついなの儀式の中で、桃の枝で作った弓矢が用いられているわ。つまり桃には、浜の力があるということね。あの世で、イザナギのピンチを助けた桃。なるほど、確かに霊言新たかって感じはするな。だけど、桃を食べたおじいさんとおばあさんが、若返る理由にはならないな。それが二つ目の理由なの。桃には、不老不死や、不老長寿の意味があるの。これは、ワンムーニャンニャンが一番わかりやすいわね。ニャンニャン、マクロスか？中華料理屋の名前じゃないわよ。ニャンニャンは、夫人とか皇后っていう意味があるの。ワンムーニャンニャンは、別名、西王母とも呼ばれていて。彼女は、道教の最高神、玉光大帝の妻で、女神の中では最上位の存在よ。響きだけでボケたら、とんでもない人だったぜ。彼女は、もともとは疫病や刑罰を司る神だとされていたけど、時代が下っていく際に、不老不死の薬や、桃を持つ、長寿の神へと変化していったの。長寿の女神と桃、一体どんな関係があるのだろうか。それに関することは、西遊記の中に記述されているわ。戦術も得した孫悟空は、天界の一員となり、やがて、果樹園の管理人に命じられた。この果樹園っていうのが、西王母のものってことね。この果樹園には桃の木が3600本植えられており、手前の1200本は、3000年に一度実をつけ、それを食べると仙人になれる。真ん中の1200本は6000年に一度実をつけ、それを食べると不老不死になり。一番奥の1200本は、9000年に一度実をつけ、それを食べると天地があらん限り生きながらえる。孫悟空と猪八戒は、この、9000年に一度実をつける桃を食べ、あんなことやこんなことがあって、三蔵法師のお供になるの。西王母は、とんでもない桃の持ち主だったんだな。そういうこと。だから、桃太郎の話の中で、川の上流から流れてきた桃っていうのは、この、仙界から流れてきた桃だと予想されるのね。なるほど。桃は、浜の力と、不老長寿の二つの力を、同時に持っていることがよくわかったぜ。このことから桃太郎がどういった話なのか？
ていうのが解説できるんだけど、今回は獅子から外れるから、いずれ機会を見て紹介するわね。以上が、桃が3つ持っている性質のうちの2つ。残り1つ。これが、種を割った。というところにも関係してくる、とっても大事な要素になるわ。次が3つ目の要素だな。しかし、それが種を割ることと、どう関係してくるのか。3つ目の要素は、西洋でいうところの、リンゴが持っているモチーフと一緒ね。リンゴと同じモチーフ？マリサ、神話でリンゴって言ったら、何を思い浮かべる？そや、エデンのリンゴだろ。アダムとイブが食べちゃいけないって言われたのに、食べたって言われる。多くの方がそれを思い浮かべると思うけど、実はあれ、どこにもリンゴだってはっきりとは書いてないのよね。そうなのか？そうなのよ。そもそも、聖書の中の人々、イスラエルの民が住む地域では、リンゴって育たないのね。マジかよ。マジよ。だから、禁断の果実を食べて、知識を得た二人が、全裸だということに羞恥心を覚え、イチジクの葉でお互い局部を隠した。という描写から、果実はイチジクではないか？という学者もいるわ。それじゃ、なぜ、リンゴだと具体的に言われるようになったか？については、折を見て解説してあげるわね。今回は、今後の宿題だらけだな。ただでさえ、今でも宿題だらけになってるというのに。そんなこと言われてもね、神話にしかり、昔話にしかり、世界各地に多様なモチーフがあるんだから、その成り立ちや、その類似性について、触れないわけにはいかないじゃないの。まあ、ちゃんと全部回収するならいいが。で、リンゴが禁断の果実じゃないとしたら、一体何になるんだ？ヨーロッパやその他の民間信仰において、リンゴっていうのは、成熟のシンボルや、愛のシンボルだと言われているのね。愛のシンボル？えらいロマンティックだな。マリサ、愛の結晶ってワード、聞いたことない？聞いたことあるぜ。愛し合う男女の結晶。つまりは、赤ちゃんのことだな。正解。実は、桃やリンゴに限らず、果実の多くは、生殖のシンボルだとされることが多いのね。中でもリンゴと桃は、豊穣多産。つまり、子宝に関するモチーフとされているの。その二つは、他の果実と比べて、何か特別なことでもあるのか？リンゴは、人間が栽培する農業を始めた頃から、ずっと栽培され続けたもので、古くはギリシャ時代にすでに、栽培種や生種を区別していたとも言われているわ。ギリシャ時代って、軽く4000年以上前じゃねえか。そういうことになるわ。それからもわかるように、比較的、株を増やしていくことは容易だったということがわかるわね。その甲斐もあってか、リンゴに関する昔話って結構あるのよ。それで、桃はなんでか？って言われると、桃栗三年、柿八年なんて言葉があるように、実をつけるようになるまでの期間が短い果実なのね。さらに、現在の桃という漢字を使う以前は、百の実と書いて、桃と呼んでいたくらい、たくさん実がなる果樹なのよ。こういったことから、リンゴや桃っていうのは、豊穣多産のモチーフとされているのね。さあ、ここからちょっと応用編へ突入するわよ。応用編？そう、この豊穣多産のモチーフと、浜谷不老長寿の性質。これらが複雑に絡まり合う、まさに、魔術のような応用技。それが、種を割る。ってことなのよ。桃が持つ3つの性質が、複雑に絡み合った応用技。全く想像がつかないぜ。順を追って見ていきましょうか。まず、桃の種が大量に発掘された他の例としては、邪馬台国候補に挙げられている巻向遺跡で、2000個の種が発見されたというやつね。これに関しては、種を使ったのではなく、桃の実そのものを使用した儀式が行われたのではないか？という痕跡だと考えられるわね。巻向遺跡は卑弥呼がいた説の一つだからな。確かにこれは、呪術的な目的で用いられていたんだろうな。それで、今回のニュースで出てきた、奈良市の西大寺の桃の種。1700個のうち、種に穴が開けられたものが、一塊53個も見つけられたとのことだったけど。これは、まじないや、生薬となる、核の中の獅子を抜き取った後と考えられてきたの。ところが、穴の部分が、ネズミがかじった痕跡と似ていることから、どうやら何か意図を持って行ったものではないことが濃厚となった。
というのが、今回の結論なのね。そうなんだよな。残念でしたってことなんだよな。でも、これが何が残念なのかよくわからないんだよな。その、残念だった。という理由が、今までの話で、一通り説明ができるのよ。今回の話の、本質に迫るってことだな。ここでもう一度確認。桃っていうのは、浜の意味、不老長寿、そして北条多さん、この三つの要素を備えているわ。ただ、もう一点、忘れてはいけない要素があるのよ。四つ目の要素があるっていうのか？主となる要素は、今説明した三つ。それに加えて、その内側、つまり種を内包する果肉部分に、四つ目の要素があるのね。種を内包する部分、と言われても、全くピンとこないな。リンゴには生殖のシンボルがあるって、さっき説明したわよね。生殖のシンボル、つまり、子宮を表しているのよ。その子宮の中にある子、つまり、四つ目の要素っていうのは、母体と胎児ってことね。桃には、そんな意味もあるのか。桃が子宮？って、なかなかイメージが湧かない方は、桃尻って言葉からイメージした方がわかりやすいかもね。桃尻、私はコーヒーを思い浮かべちゃうな。桃尻の本来の意味からは外れちゃうけど、桃の実というのは、女性特有の丸みのあるシルエット、そのものを表しているんだってことね。しかしだ霊夢、そうなると、ちょっと恐ろしいことにならないか？恐ろしい？どう恐ろしいか、マリサ、ちょっと教えてくれる？子宮の中にある子供が、桃の種だとしたらだ、その桃の種に穴を開けるってことは、イコール、子供に危害を加えるってことだよな？魔術に犠牲はつきものだが、何の意味があって、母体の内側にある生命に危害を加えるんだ？いいところに気がついたわね。それじゃ、マリサに一つ質問していきましょうか。おう。マリサが、この桃の獅子だとしたら、マリサの中身、本質的根源の中心には何があるかしら？なるほど。すまん、霊夢。質問の意味が過去一番でわからん。それじゃ、聞き方を変えましょう。マリサは誰から生まれた？私か？私は、異常誕生ではないから、母親から生まれたな。お母さんだけいたら、マリサは生まれる？いや、母親と父親がいたから、私は生まれたんだぜ。それじゃ、お母さんとお父さんだけいたら、マリサは生まれるかしら？それは無理だな。父親と母親、二人を産んだ、じいちゃんとばあちゃんもいるな。はい、つまりそういうことで、マリサという存在を生み出すには、過去から続く多くの系譜が必要なの。それを永遠と辿っていくと、必ず起源につながるわ。それが、本質的根源ってことになるの。めちゃくちゃ遠い昔の、一番最初のご先祖様ってことか。そういうことね。それじゃ、桃の話に戻るけど、呪術的な目的で使用される、桃の獅子の本質的な根源。これは一体何なのか？呪術的な目的だとしたら、浜だろうな。浜の桃の本質的な根源ってなんだ？桃が、浜の力を発揮した一番最初の出来事って、なんて説明したかしら？あれか、イザナギが黄泉の国から逃げ帰る時か。そういうこと。つまり、呪術的な目的で使われる桃の、すべての根源の始まりというのは、日本の最高神、アマテラス大神の父親である、イザナギの窮地を救った三つの桃。つまり、神を助けた強力な力を取り出してまで行わなければいけないほどの、とんでもないことが起きていたってことよ。霊夢。そのとんでもないことって、具体的にどんなことなんだ？種が見つかった最大時の創建は765年。この年以降に、これほど大規模の浜の儀式をするとしたら、疫病しかないわね。今の世界事情と同じか。食日本書紀から、疫病に関するものをピックアップしてみると、創建から5年後の770年以降、3年おきくらいのペースで、疫病が流行していることがわかるわ。中でも、770年、宝器元年6月紀の塔、京の都で、飢饉と疫病が同時に発生していたことがわかるわ。食べるものもなく、さらに、疫病も流行るって、地獄絵図じゃねえかよ。大規模な儀式が執り行われるとしたらここね。まあ、種に穴を開けたのはネズミっていうのが濃厚だから、普通の儀式だとは思うけどね。桃の浜の力で疫病退散。か。いつの時代も、伝染病は恐ろしいものだぜ。ということで、
今回奈良市で見つかった、中身を取り出した痕跡のある桃の種の、呪術的な使用方法についての解説でした。桃自体に様々なモチーフがあり、それが複雑に絡まり合って、様々な用途に使用される。なかなか複雑な話だったぜ。そうでしょ？じゃ、天神様の話をしましょうか。で、天神様すっかり忘れてたぜ。そもそも、天神様。というか、菅原家が梅干しとどう繋がっているかってところなんだけど。マリサって、天満宮って行ったことある？天満宮って、京都にある北の天満宮のことか？太宰府天満宮でもいいんだけど、行ったことあるなら、お社の周りがどうだったか覚えてる？お社の周り？ちょっと記憶ないな。お賽銭入れてお参りして、お守り買いに行っちゃうからな。天満宮の装飾には、梅門があるのね。お、本当だ。梅だ。これが梅干しと繋がるのか？道真公と梅には、こんな逸話が残されているわ。彼は梅が好きで、自宅に梅を植え楽しんでいたの。しかし、彼が太宰府へと流罪になることが決まると、道真はこんな句を読むわ。こち深場、匂い起こせよ、梅の花。主なしとて、春名忘れそ。我が家の梅の花よ。東風が吹いたら、私のいる太宰府まで匂いを届けておくれ。主人がいないからといって、春を忘れないでおくれよ。という意味になるわ。すると、この自宅にあった梅が、太宰府まで飛んでいった。という、飛び梅伝説があるのね。道真の梅好きと、梅の道真好きが振り切ってて、めっちゃ心温まる逸話じゃねえか。つまり、無類の梅好きの道真の影響もあって、菅原家の家紋は、梅なのね。なるほど、道真と梅が結びついたな。それで、梅の種の中身が、どうして天神様なのか？っていう疑問を持った方は、もしかしたら調べたことがあるかもしれないけど。まとめサイトなんかでは、今のことにだけ触れて、以上のことから、梅干しの種の中身を天神様というのです。って、一切答えになっていないことが書いてあるわね。道真公が梅が好きで、それで、梅の種の中には天神様がいる。いくら梅が好きだったとはいえ、よりによって梅干し。しかも、なぜ種の中なのかっていうことが語られてないのか。ということで、今から中身すっかすかのまとめサイトに代わって、私がバッチリ説明してあげるわ。まず、ぶっちゃけて言ったら、梅干しじゃなくても、青梅の種の中にも天神様。菅原の道真公はいるわ。梅干し限定じゃなくて、青梅の種の中にもいるのか。思想原理的には、梅の実の種の中すべてにいるわ。梅干しにしているのは、おそらく当てつけでしょうね。当てつけ？梅干しは、青梅を塩漬けした後、天日干しを行って作るわ。干す。つまり、流罪となった菅原家の子孫たちは、世間から干されたのよ。梅干しを作る過程の干す工程を、皮肉に使ってるってことかよ。そういうこと。つまり梅干しっていうのは、その実自体が、干された菅原家という意味があり、その中にある種は、干された菅原家の子孫ということになるわ。は、そういうことか。そう。つまり、干された菅原家から生まれた子孫の、本質的な根源とされるのは菅原の道真公。だから種の中身のことを天神様って呼ぶのよ。霊夢、ちょっと関係ないかもしれないが、天神様について一つ聞いていいか？何？同様の歌詞の中に、天神様の細道じゃ、っていうのがあるじゃねえか。それ、今から触れるの？その後様子だと。もしかして、やばいくらいのボリュームってことか？そうね。今の段階で20分超えてるからね。軽く40分コースになるわね。だからそれも、今後折を見て説明してあげるわ。今回だけで、桃太郎について、禁断の果実がリンゴになった理由、東洋世の内容、3つも宿題が増えたな。ということで、今後、こんなこともお話ししていきたいと思いますので、気になる方は、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。あざとすぎやしないか？それじゃこれらの回については、マリサじゃなくて、メタンちゃんを助手にするから、来なくていいわ。このチャンネルでは、民話の面白さや、不思議さなど、少しでも昔話に興味を持ってもらえるように努めております。ほんと、変わり身が早いんだから。私だけ置いてけぼりは許さないんだぜ。ということで、これからも、昔話のあんなことやこんなこと、
古代史の新しい情報などなど、堅苦しくならないように、紹介していきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。どんと晴れ。